画家のアトリエ、我が芸術的生活の7年に及ぶ一時期を定義する写実的グーイガは1855年に制作されたギュスターブ・クールベの油彩画。フランス・パリのオルセイ美術館に所蔵されている。クールベは画家のアトリエをフランスのオルナンで1855年に制作した。クールベはこの写実的作品について 私のアトリエで描かれるべくしてやってきた世界だと述べた。本作中の人物たちはアレゴリーであり、クールベの画家としての人生に影響を与えた様々なものが表されている。画面左手には社会のあらゆる階層を表した人物たちがいる。中央ではクールベが風景画を制作しているが、彼はアカデミック美術を象徴するヌードモデルには背を向けている。 画面右手には、クールベの友人や支援者たちがおり、主に、パリの社交界のエリートたちである。その中には、シャルル・ボードレール、シャン・フルーリ、ピエール・ジョゼフ・プルードンや、クールベの最も重要なパトロンであった、アルフレッド・ブルイアスラがいる。1855年のパリ万国博覧会の審査員団は、クールベの作品11点を博覧会出品に合格としたが、 画家のアトリエはその中に入っていなかった。自己宣伝と抗議の意を込めて、クールベは、ブルイアスの支援を得て、自作を展示する施設を公式展示場の近くに設け、その後様々な形で繰り返されることとなった、落選点の先駆けとなった。本作を賞賛した者は、ほとんどおらず、わずかに、画家ウジエーヌドラクロワラゴク少数が本作を支持したのみであった。 本作についてクールベは、画家のアトリエは、社会の最良の部分、最悪の部分、平均的な部分を表現していると述べている。本作は、クールベが19世紀半ばの芸術における、写実主義に関わっていた時期に制作された。本作の制作に時間的な余裕のなかったクールベは、当初の構想の多くを放棄した。その最も明らかな例は、本作の背景にある。 当初クールベはアトリエの奥の壁に自作の模写を多数並べるつもりだった。しかし、それを完全に描くには時間がなくなり赤茶色の下地のような色で塗りつぶすことになったのだが部分的に完成していた画面はそれなりに姿が見えている。画面左側にはフランスの日常生活を描いた人々が描かれている。クールベがシャンフルールに 本作の構想を書き送った書簡によると、ユダヤ人の男性とアイルランド人の女性は、クールベが1848年にロンドンを訪れた際に見かけた人物とされる。クールベのイーゼルのすぐ左側には、マネキン人形ないし、十字架にかけられた人物が、配されている。この人物は、ねじ曲げられ、ひねりつぶされているようにも見える。美術史屋のベネディクト・ニコルソンや、ジョルジュリアは、 この人物をフランスの芸術アカデミーの芸術の死を象徴するものと解釈している。画面の中央には風景画を制作しているクールベがヌードの女性、幼い少年、白い猫と共に描かれている。画中のクールベがカンバスに描いているのはルーガワの過酷の風景である。フランスのフランシュコンテ地域圏を流れるこの川は クールベの故郷をオルナンに注ぎ込んでいる。女性の姿は、1854年に、ジュリアン・バルド・ビルヌーブが撮影した写真を踏まえており、アカデミーの芸術を表現したものとも、クールベにとっての写実主義のミューズとも解釈されている。なお、画面左側の右下に描き込まれた血の巫女を抱えた、アイルランド人女性は、中央の構図の一部と見て解釈する場合もある。 画面右側には多数のパリのエリートたちが描かれており、その中には画家の友人たちも含まれている。彼らはクールベの芸術家としての経歴に関わって役割を果たした人々であったり、何らかの形で死者を与えた人々であった。こちら側に描かれた人々の中には、クールベのパトロンであったアルフレッド・ブリューニャスをはじめ、シャン・フルーリ、ピエール・ジョゼフ・プルードン、シャルル・ボードレール、 裕福な美術収集家のカップルなど、社交界の人々が書き込まれている。本作の制作は、全面的にオルナンで行われており、パリに居住していたこれらの人物の肖像の大部分は、既存の肖像画や写真に基づいて模写されたものであった。例えば、シャルル・ボードレールの肖像は、1847年に、クールベが描いた作家の肖像画から直接模写された、ものであった。 クールベは本作の構想についてシャンフルーリに宛てた書簡の中で言及しており、そこから画家のアトリエの解釈の多くが引き出されているのだが、その書簡の中で画面に描き込めるよう哲学者で無政府主義者であったプルードンの写真を送ってほしいと要望もしていた。クールベはシャンフルーリが送った写真に基づいてプルードンの肖像を描いたのである。ありがとうございます。